今ね現場に来ておりまして、ね、大工さんが一生懸命工事する今ね、ハンナ焼き頑張ってます。あ、ここはボード、壁の石膏ボードをやってますよね。もうそろそろ引き渡しは近いんでね、みんな頑張ってやってください。こちらは赤川焼きこれ手すりですよね。はい、手すりをね、ちゃんとね、手触りのような形で、ハンナに、こんな形でね、もうここでね、私こんなんしてるのはちょっとまずいんですよ、邪魔になるんで黙々と使用されてるんで、ね、ちょっと移動しますね。こういう形でどんどん、こっちはね、吹き抜けになるってことですね。吹き抜けになる、こんな感じですよね。で、ここ、ボルダリング、ボルダリング、まあこんな感じで考えたら、で、こういう形になるんです。こういう感じで、やっと色は、まあ今、品質ですね。まあ、どんどんやります。こっちでは電気屋さんがね、いろいろ、電気屋さんがこう、ね、ごめんなさいね。はい。邪魔してばっかりしてます。はい。こんな感じです。この部屋、まあ、大体出来上がってますからね。あとはこれ、漆喰を塗るんですよ、すべてね。漆喰を塗ります。ですから、その辺ね、その漆喰したりして、みんな、ですから電気屋さん、大工さん、設備屋さん、本当にいっぱい入って、もう、で、下へ降りていきます。下へ降りていきます。よいしょ、取ります。もう壁、断熱材でちゃんと、相当断熱材。こんな感じで、取ります。はい、こっちですね、1階です。1階に、大事にこういう感じで、で、今、撮ってきたの。いや、僕は、中野君写真撮ってくれたんでね、はい、もうキッチンもこんな感じで、もう本当に、ね、引き渡しないなんて、もう大変なんですよね。はい、開口部もこうやって R を作って、いろいろ。これ漆喰をね、塗ってしまいますと R がすごく綺麗ですよね。角部分全部 R にしておりますのでね、こういう角部分があるんですね。こういう角があるんですね、ここの天井は漆喰になります。そして、リビングになりますと、まあ、杉板の天井というものになります。ちょっとリビングとダイニングを混ぜております。こういう形になります。どんどん邪魔してるんですよね。これ吹き抜けですよね。吹き抜けのところボルダリングです。洗っていく感じで、こんな感じで、はいはい、で、そこへちょっと行ってみますね。はい、そこへ行っています。はい、外もこういう風に、これも外を漆喰なんです。局面 R にしてですね。はい、R にしてこんな感じでどんどんでやります。でやります、ね、完成も間近なんでね。はい、以上です。